青塚古墳は愛知県犬山市青塚にある古墳。形状は前方後円墳。青塚古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。愛知県では第2位の規模の古墳で4世紀中葉頃の築造と推定される。愛知県西部犬山扇状地を形成する鉱石台地の南西端に築造された大型前方後円墳である。周辺にはかつて十数基の古墳が分布し、青塚古墳群として認知された。これまでに古墳域は大賢神社の社地として推移し、1979年以後には発掘調査が実施されている。墳形は前方後円形で前方部を南西方に向ける。墳丘は前方後円形の基段の上に構築され、後円部が3段築成、前方部が2段築成。墳丘長は約123メートルを測り、愛知県では壇布山古墳に次ぐ第2位の規模になる。墳丘表面では前面に河原石の吹き石が、各段に壺形埴輪列が認められる。また前方部上に方形壇上遺構を有するという特色を有し、同遺構周囲には円筒埴輪列が認められる。墳丘周囲ではやや不定型な縦型の集合。外包みが巡らされる。出土品としては、前述の埴輪片の他に、矢尻型地石製品がある。この青塚古墳は、出土埴輪、土器より、古墳時代前期の4世紀中葉頃の築造と推定される。被葬者は明らかでないが、大賢神社では、仙台宮寺本義、天孫本義に見える自破剣君の祖の太閤伝命の墓と伝承しており、現在も毎年同社による祭祀が行われている。古墳域は1983年に国の史跡に指定された。現在は史跡整備の上で青塚古墳史跡公園として公開されている。青塚古墳の航空写真国土、交通省国土画像情報をもとに作成。古墳の規模は次の通り。墳丘上では前方部墳頂において方形壇上遺構が認められる。この方形壇上遺構は、東西9メートル、南北7メートル、高さ推定 0.5 メートル弱の低墳丘上で、遺構周囲では瓦石、割石の配石、石敷、円筒埴輪列が認められる。この遺構の東側石列内では、矢尻型地石製品3点が検出されている。墳丘の各段では、壺形埴輪が約2メートル間隔で配置される。ただし円筒埴輪列については、方形壇上遺構以外では認められていない。また、墳丘周囲には、集合が巡らされており、東側では、集合内に立教が認められる。なお、青塚古墳の墳丘では、天正12年の小牧、長久手の戦いの際に、平城の青塚砦が築城されている。かつての墳丘では、テラス部分を広げて、平坦面を広くした様子が認められていたが、現在は古墳として復元整備されているため地表面に痕跡はない。また現在の後円部墳頂には三等三角点が設置されている。古墳からの出土品としては次のものがある。青塚古墳ガイダンス施設、マフォラの館、所在地交通アクセス関連施設注釈出典、青塚古墳史跡公園に関するカテゴリー。ありがとうございます。